はい、皆さんこんにちは、ギガプロットです。今回ジュラシックワールド、この時がついに来ました。このアカウントは無期限バンとなりましたということで、まあこのゲーム、いろいろまあ遡れば、まあ昔からこのバグ、量産バグとか、なんか DNA とか、まあコインとかがなんかめちゃくちゃ増えるとかね、そういうバグとかめちゃめちゃバグまみれなゲームだったわけですよね、このゲームって。で、それで、まあそれを、そういうのを利用して、まあいろいろこう、やったりとか、まあ恐竜がまあタダでゲットできちゃうとかね、なんかそういうバグとかいろいろ、まあバグまみれなんですけど、まあそういうのをまあ一応、まあ利用したりとか、まあそういう、まあちょっとこううまく、まあなるべく課金せずに、なるべくこう低予算でちょっと今までやってきたわけなんですが、まあついにこのルディアですかね、運営がルディアっていうところで、ついに本格的にまああのルディアがこう動き出したみたいな感じですかね。で、このガイドラインっていうところを押すと、はい、こんな感じで、利用規約ということで、このちゃんと日本語で、こう書いてますね。2015年10月17日付の旧利用規約をここらご覧いただきありがとうございます。お客様ソンサービスの、利用に関し法的拘束力のある諸条件を定めたものです。ようこそ、お客様はルディアをご覧になっており、まあ、なんだかんだのところで、こういうかってめっちゃ長い、このなんだかんだって書いてある、あるわけですよ。これめっちゃ長い。めちゃくちゃ長いんですよ。これもう、正直読んでられないという感じなんですけどね。はい。まあ、こんな感じで、なんか、電子メールに、郵送電子メール通知も、まあなんかいろいろ、まあこういうふうに問い合わせるなら、まあ電話番号ここですよみたいな感じで書いてあったり、まあなかなかするんですけども、とりあえずまあこのアカウントは無期限バンとなりましたということで、本当にルディアがね、今まではこのバンを、まあしなかったというか、まあバグまみれで本当にやりたい放題みたいなね、ユーザー側はやりたい放題みたいな、そのバグを知ってるユーザーは本当に、あの最近で言えばなんかレベル9999以上とかの恐竜が作れるバグとかね、なんかそういうのがあったりとか、まあ、そういうのを使ってるとやっぱり、こうボスイベントとかで、あ、なんか一方的にボコボコにできちゃって、なんか、ゲージですかね、体力、なんかそのゴール一定のポイントまで、到達すると、そのコミュニティ、まあ、全体ですよね、全体の、まあ、ダメージが、まあ、一定量に達したら一応倒したということになるのかな。それで、まあ、プライズがもらえたりするわけなんですが、まあ、そういうのも、まあ、99999とかそういうレベルでやってると、もう一人でもう全部到達できちゃうみたいなね、なんかそういう、まあ、かなり、まあ、あのイベントに影響が出たりとか、なんかそういうバグもあるし、まあ、あとはやっぱり DNA とか、まあ、僕の場合キャッシュとかもね、あのバグで増えたりとかねしましたから、さすがにあのルディアも、まあ、このゲームも、まあ、ジュラシックワールドっていうのを題材にしている以上はやっぱり結構やっぱかなりの有名なゲームですし、かなりユーザーも多いので、まあ、今までこう続いてきているというわけだと思うんですけど、まあ、こんだけバグがあると、やっぱり、特にね、ユーザーに有利なバグがあると、やっぱ、まあ、利用しちゃうわけですよね、そういうのをね。人間っていうのはね、やっぱりちょっとこう、都合がいいものはやっぱり利用しようみたいな。やっぱそういう心がやっぱ働いて、まあ、いろいろ、まあ、使ってた人も多いと思うんですけど、まあ、これは、僕とか、日本国内だけに関わらず、まあ、特に海外の方が多いんじゃないですかね。バグとか、ユーザー数とか、普通に、やっぱり外国の方がパイが大きいですからね。だから、まあ、こんな感じで、僕は無期限バンということで、まあ、バグとかいろいろ使ってたんで、まあ、こんな感じで、
まあ、無期限バンになりましたということで、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、このゲームをね、ちょっと、久しぶりじゃなくて、前回、パンテーラっていう恐竜作って、で、今日は、その、第2世代の、テリジノサウルス作ってほしいっていうリクエストもあったし、まあ、第2世代のテリジノサウルスってどんな感じだろうなと思って僕も作ろうと思ってたんで、やろうかなと思って開いたら、まあ、こんな感じで、無期限版となりましたということで、まあ、お知らせがこう出てたんですよね。ちょっとこれには本当にびっくりですね。このゲーム本当に開始当初、2015年ぐらいですかね。2015年ぐらいからずっと、そういう当初からバグっていうのがあって、ずっとそのバグとかも放置されてて、まあユーザーがね、バン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 使って有利に進めて、で、どん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 新しい恐竜も出てくる中でも、そのバグが全然修正されない状態でずっと、まあ、運営されてきたわけなんですが、ついにまあ、こう、ルディアが動き出したという感じですかね。だから、まあ、その、バグを使って、まあ、量産したりとかね、なんかその、DNA のなんかその、増える、なんだろうな、なんか誰かが言ってたけど、なんかその、なんか、本当に数キャッシュとかで恐竜が変えちゃうとか、そういうバグもあるみたいなので、なんかそういうバグを利用してたりすると、やっぱり、バンの対象になるのかなという感じですよね。まあ、結局その、バグがある、そのバグをね、その一向に直さないこのメーカーもどうかと思うんですが、やっぱりその、それに、まあそれを利用して、一向に直さないからいいやっていう気持ちでずっと、まあそのバグを利用して、ゲームを有利に進めると。あまり課金せずに済むみたいなね。そんな感じでやってると、まあこういう目に遭うというか、ついにやっぱりもう何回も言ってますけど、本当にこのルディアが本格的に動き出したのかなという感じですね。今までその、このゲームでバンって聞いたことなかったし、見たこともなかったんで、ちょっと本当にびっくりなんですよね、個人的に。なんで、まあ、僕は今日、今ちょっと、27日かな ?27 日の、まあ、朝に撮ってるんですが、これ。これ、これから、なんだろう、他のこのバグを利用してたり、まあ、ある意味チートとかそういうのをしてたりする人はね、してたっていう人は、まあ、ほとんど結構当てはまると思うんですけど、特に量産とか、なんかそういうの。まあ、そういう方も、そういうバンの対象になると思うんで、普通に。ただ、まあ、これからどんどんと、まあ、ルディアもね、重い腰をようやく上げて、ちょっと不正ユーザーを、こう、弾こうと、バンしていこうということになったと思うんで、だこれから、まあ、ちょっとバン祭りとかになるのかなという感じなんで、まあ、ちょっと思い当たる節のね、ある方は、ちょっとご注意くださいという感じですね。まあ、ご注意くださいって言っても、もうやってしまった不正はもう取り消せないから、結局、まあ、その辺の裁量は、バンされるかどうかっていうのは、ルディアになっちゃう、ルディア次第になっちゃうんですけど、まあ、本当に、まあ、このゲーム、ね、まだまだ、新恐竜とか、まあ、恐竜自体がいっぱい、無限大にいるんでね、なんかその、もっと他にも、今後もまだまだ続くとは思ってたんですが、個人的にまあ、バンっていう、その一つの、この節目というか、ここで、まあ、このゲーム開始当初からやってたんですが、まあ、ここでバン食らうっていう、もう本当に、だからもう7年とか8年とかやって、やってたわけですよね、僕はこのゲームを。だからここでまあいろいろなんかバグ、なんか不利益なバグ、恐竜が消えたりとか、なんかそういうバグもありましたけど、まあ、結局この辺で、まあ、バン、食らって、まあ、アカウントを停止されたっていうのは、まあ、一つの節目かなと思ってます。はい。なんで、まあ、このバンをきっかけに、
まあ今後、まあこのゲームをやる、まあ、再開するかどうかとかっていうのは全然考えてないんで、まあ一応ここは節目と思って、まあ、しばらく、動画は動画というか、まあこのゲームの動画を今後出すかとか、新しいアカウントを作ってまた一からやるかっていうとちょっと考え物なところがあるんで、まあ、そこはあんまり期待しないでくださいという感じですかね。はい、という感じでちょっとね、長々なってきたんで、ちょっとこの辺で終了したと思いますが、とりあえず、いきなりこのゲームを開いたら、このアカウントは無期限バンとなりましたというお知らせが出て、まあ、バンを食らいましたというお話でございました。本当にバグを利用してたとか、めちゃめちゃバグを利用してとか、チートしてたとか、そういう心当たりのある方は、ちょっと、もう今からは気をつけても遅いですけど、まあそのうちちょっとねバンが来るっていうね、そういうまあ覚悟をしといた方がよろしいかと思います。まあ多分海外のね、なんかそういうこのゲームで、まあこのゲームの動画で結構まあ海外の方は改造とかなんかそういうまあハッキングとかなんだろう言われてるけど、なんかそういうまあバグ利用とかハッキングとかなんかそういうのやってる人多いんで、めちゃめちゃもう本当このゲームの動画出してる人大体もうバグとかハッキングとかしてる人しかいないみたいな、そういうレベルなんで、まあ多分海外の方でももうバン祭りとかね来るんじゃないかと思います。日本の方でももちろん来ると思います。なんで今この動画を見てるあなた、そこのあなたも、そのうちバンが来るかもしれません。特に思い当たる節があるならね。はい、という感じで、今回この辺終了したと思いますが、まあ、このゲーム本当楽しかったです。まあ、好きなギガモスサウスが弱いとか、まあ、そういうちょっと不満点はあったけど、ボス恐竜とか、まあ、いろいろね、恐竜に関しては結構ロマンがあって、まあ、いろいろ楽しかったです。やっててね。なんで、まあ、またその、まあ、アカウント作ってやるかってなると、まあちょっと、まあ別問題、そこは別問題で、まあしばらくは動画は出ないと思ってください。まあそこは本当に永久に出ないかもしれない。今後本当にもうこのゲームをやめるかもしれないし、なんかの拍子でこう復活するかもしれない。という感じなんで、その辺はあまり期待せずに、もうほぼほぼ、ギガのジュラシックワールドというのはここで終了かなって。っていうのをちょっとまあ持っていただければなーっていう感じでございます。はい、という感じで、本当にこの辺で終了したと思います。ということで皆さんもファンにお気をつけください。ではまた。